スターウォーズバトルフロント2は、ルーカスアーツ開発、エレクトロニックアーツ販売のプレイステーションに、プレイステーションポータブル、ウィンドウズ用、コンピューターゲームで、日本でも販売されている。スターウォーズシリーズを題材にした三人称視点のアクションシューティングであり、スターウォーズバトルフロントの続編となる。前作から約1年半後に発売された本作は、前作に収録されなかった。 スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐の内容も収録し、クローン大戦、銀河内乱をすべて網羅した、アクションシューティングとなっている。今作では、兵士だけでなく、ルークやアナキン、ダースモールや、ダース・ベイダーといった、ジェダイの騎士やシスの暗黒鏡も、使用可能になった。クローン戦争編では、共和国軍か、独立政型連合軍、銀河内乱編では、帝国軍か、 反乱軍から選択できるのは前作と同じ。キャラクターはメインウェポン、サブウェポン合わせて2から4種類を持っており、状況に応じて使い分けることが重要となる。映画に登場した X ウィングやタイファイター、スピーダーバイクや ATST といった様々な乗り物がビークルとして登場し、ボタンでこれに乗って戦うこともできる。 一人プレイだけでなく画面分割による二人同時プレイも可能。さらにインターネットを使ったマルチプレイにも対応しており、最大24人での通信対戦が可能となっている。プレイステーションポータブル版ではアドホックによる4人対戦が可能である。インスタントアクションのすべてのステージから一つ目のアサルトを選び、すべての時代を選んだ後、右側の欄にモスアイズリーと表示される。 これをスタートするとすべてのヒーローが戦うモードになっており、ユニットのゲージがライトセーバーではなくなる。今作もルーカスアーツ開発のため BGM やムービーにもスターウォーズ映画本編のものが使われている。日本では初回の販売後は再販売されておらず、後にレンカ版の発売予定があったが、それも中止になっている。 映画、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐の DVD には Xbox のみで、起動できる本作の体験版が付属したが、国内で本作の Xbox 版は発売されなかった。没落の共和国、今、共和国に暗黒の影が忍び寄ろうとしていた。クローン戦争で生じた銀河の亀裂により、民衆の共和国への忠誠心と決意は揺らぎ始めている。 パルパティーン最高議長は、分離主義者の脅威に対抗するべく、クローントルーパーの精鋭501大隊にその任務を与えた。クローンたちの議長に対する揺るぎない忠誠心と、早期に戦争を終結させたい、共和国の焦りが、パルパティーンの最終的な目的を実行させる、最大の機会を与えていた。凍てついた、惑星、マイギー島で、 ジェダイマスターのキーコールアディムンディは501大隊を引き、これから始まる全宇宙の運命をも左右するであろう戦いに備えていた。前作に引き続き、味方の兵士に命令を出すことが可能。ありがとうございます。